リュディ・リリアン・チュラム・ユリアンは、フランス共和国、グアドループ・ポアンタ・ピートル出身の元サッカー選手。フランス代表の歴代最多出場の記録保持者。ポジションはディフェンダー。1972年1月1日、グアドループの漁業の拠点となる、グランドテール島の港町、ポアンタ・ピートルに生まれた。ちなみに、チュラムの誕生は、新年を迎えて、わずか20秒後のことで、 72年に生まれた最初の子供としてメディアが取材に訪れ新聞記事に掲載されたという幼少期はピアノにも親しみ夢はカトリックの神父になることであった1981年フランス本土パリ郊外にあるフォンテーヌブローに移り住みサッカーを始める現役時代のチュラム1988年フランスの AAS モナコにスカウトされた 1990年に同クラブでプロデビュー。当時の監督アーセン・ベンゲルの指導の下、次第に身体能力の高さと1対1の場面での勝負、強さが注目され始めた。1996年にセリエ A ・パルマ・エ c ーへ移籍し活躍。イタリア代表 GK、ジャンルイジ・ブッフォンと DF ・ファビオ・カンナバーロとのトリオは、世界最高の守備トリオと呼ばれた。 2001年、同僚ジャンル1部フォンと共に、ユベントス FC へ移籍し、2001から02シーズンと2002から03シーズンの連覇を果たす。2004年、パルマでコンビを組んだファビオ・カンラバーロンが加入し、パルマ時代のトリオ再結成となった。2004から05シーズン、2005から06シーズンと連覇を果たすものの、2006年、カルチョーポリにおける審判買収で、 ユベントスが降格した。本人は現役引退も視野に入れていたようだが、最終的に同僚ジャンルカザンブロッタとともに FC バルセロナ移籍した。ユーロ2008パリ・サンジェルマン移籍が確実視されていたが、メディカルチェックにて心臓の危険が発覚した。再検査を行った結果、最初の診断は誤りで、 彼の心臓は正常であったことが分かったが、彼の実刑はかつてバスケットボールの試合中に心臓発作で亡くなっており、チュラムにも同じことが起こるのではと常日頃から心配していた母親を安心させるため、現役引退を2008年8月1日に正式に表明した。1994年8月17日のチェコ戦でフランス代表の招集を受け、初出場を果たす。 1998年のフランス W 杯ではグループリーグを通じて7試合に失点という強固な守備陣の一翼を担い W 杯初優勝を果たした。特に準決勝のクロアチア戦において自らのミスにより先制された後オーバーラップにより上げた貴重な2得点は後の語り草となっている。またこの2得点が自身の代表での唯一の得点となった。 2000年にオランダベルギーで開催されたユーロ2000でも守備のようとして優勝に貢献した。2002年日韓 W 杯にフル出場するもグループステージ敗退。2004年ユーロ2004終了後代表引退を表明。2005年ドイツ W 杯欧州予選に苦しむフランス代表の救世主としてモンペリエで行われた。 国際親善試合コートジボワール戦にて、ジネディーヌ・ジダン、クロード・マケレレと共に代表復帰した。自身は負傷交代したものの、チームは3から0で勝利。その後、苦しんでいたフランス代表は息を吹き返し、予選を1位で通過した。2006年、ドイツ W 杯グループリーグ統合戦において、かつての名優マルセル・デ・サイの持つ代表出場記録を塗り替え、歴代1位となった。 チームは決勝で敗れたものの守備のようとして全試合に出場した。2006年 W 杯フランス代表スイスオーストリア共催で開かれたユーロ2008の初戦ルーマニア戦に出場したことによりユーロ出場試合数を15とし歴代1位となった。大会を最後にフランス代表からの引退を発表。代表出場142試合はフランスの歴代最多である。 2009年2月、2008年12月に、ニコラサルコジ大統領から内閣入りの話を持ちかけられ、長時間にわたる会談を行ったが、断っていたことを明らかにした。ありがとうございます。